はい、ユーのエアさん、おはようさんです。カブさん、北海道では低移動オーロラが見れ,る見れているみたいですよ。地磁気活動が非常に活発だそうです、えー。通信障害とかも気になりますけど、地震とか台風とかも影響を受けたりしているのか気になりますね。でも、きれ,きれいですね。カ、え、ブ、ー、さん、ベルリンでも見れるかもですね。ということだそうです。 はい、ちょっと夜空を見,、えー、見渡しましょうね。うん。かぶさん、台風5号の影響で岩手とか大変みたいですね。えー、浸水とかもあるみたいですよ、えー。台風7号も出来上がりそうなんで、普段あんまり台風に慣れてないところだと、余計大変ですね。えー、断水とか停電が一番困りますね。何もなく過ぎ去って報酬ですねということです。はい、 いくちゃん読者さんどうもです。かぶさん皆さんいつもありがとうです。か、え、ぶ、ー、さんよかったです。話題になっていた羽生さんの国際スポーツプレス協会、えー、過去100年間におけるベストアスリート投票の件、えー、西スポさんが挙げてくれます。あ、やっとるなんですね。やっと。うん。め、えー、れたしめれたし。こうなると某スポーツ紙も掲載するかもしれません。各紙、どう掲載するか注目してみますねと。はい。 いや、やっとですね、あのー、うん、まあ、NHK とかでも、ちょっとや,やってほしいなと思うのでね、うん。えテ、ー、ラさん、おはようさんです。和田明子さんの発言は私も不快に思います。うん。和田さんはまるで家でテレビを見てて、映ったものに突っ込みを入れるような感じで言っていましたね。映像を見,見ましたか 本当に無意識で言っているような感じでした。ただ、北口選手にリスペクトの気持ちがあれば、と,とど、とどなんて言葉は出ないですね。とど。うん。和田昭子さんは、えー、芸能人やアスリート、アーティストさんなどの報道にご意見番として、えー、コメントを求められることも多いですが、自分より年下の人に対して上から目線のところがあるんだと思います。なるほど。和田昭子さんも、 長年第一線で芸能活動を続ける人、すごい人ですが、えー、正直アスリートとは住む世界が違いますし、オリンピックのメダリストに意見したりするほどの人なのか疑問です。昭和や平和正初期ならば、ちょっと行き過ぎた発言も和田キ子さんのキャラクターだから許されたと思いますかでは許されませんね、ということですね。うーん。ということで、 まあ確かトとどドとどっていう言葉は、確かにあんま使わないですね。確かにね。うん。はい、ということです。うん。カブさん、ペルセウス流・流座流星群は一個も流れてくれませんでしたけど、木星と火星の接近だけは見られたんで、よかったです、えー。15日に最も近づくみたいですよ。流れ星は、よく見える場所と見れない場所がありますね。 あと結構長く見なゃいてないと出会えないみたいですねということですね。はい、ということらしいです。あの、テイドオーラも見れるチャンスがありますので、やっぱり夜空、夜空を見上げましょうね。うん。ハニープーさん、おはようさんです。オリンピックが終わり、パラリンピックが始まりますね。えー、それにしても、ユーロスポーツのポスターに、さまざまな競技の各国の選手たちの 各場面が描かれていますが、アジア人は韓国選手一人のみ。メダルの獲得数は1位アメリカ、2位中国、3位日本。なのに中国代表も日本代表も誰一人も描かれていません。ひどいね。ひどすぎです。うーん。これは完全なアジア人差別だとエックして大炎上中です、えー。開会式に登場したトム・クルーズが描かれているのにですね。 うん、あ、閉会式ですね、閉会式。うん。え、ヨーロッパのアジア人差別は今に始まったわけではないのは知っていますが、平和の最低オリンピックが人種差別とするとは、え、日本人を含めたアジア人差別がひどい中、圧倒的な強さで世界と戦い続けたアジア人アスリートの皆様に敬意を表します。間違いなく史上最低最悪のオリンピックでした。え、こんな状況を見せられて、 いずれも、いずれまた日本で開催をなんて言ってる IOC、えー。人種差別をするような人たちは来ないでいいです。来なくていいです。ということですね。はい。ちょっと、激旅行ですね。フランスだからなのかなそれとも IOC なのか、問題なんでしょうかね。うん。あこれは意図的にやってんのかどうか、ちょっとでも、あの、おかしいですね。トム・クルーズは関係ないなって思うんです、あんまり。 はい。トム・クルーズは関係ないですよ。あの、うん。はい。終わり時計でば全てよし、ならなかったですね。うん。締まりも悪いっていうね。つける薬がない。はい。えー、さらかでさんははようさんです。今朝は晴れています。本日は函館夜景の日です。えー、函館夜景実行の日委員会が設定しました。 えー、それと、国際左利きの日でもあります。左利きの方々の生活環境向上に向けた記念日で、1992年で、に、イギリスで制定したそうです、えー。ちなみに私も左利きです。曇り旅行で、予想立て旅行量の差は32度です。昨日は台風5の影響が心配されましたが、私の地元に関しては特に大きな影響なく、無事に過ぎ去ってくれました。ただ、今度は、 台風7号が関東や東北に襲来する可能性が出て,きていて、引き続き、このお盆は台風、猛暑地震に、えー、警戒が必要です。南海トラック地震準備情報の巨大地震注意報に関しては、えー、このまま何もなければ、15日で解除となるそうです。うん。えー、このまま何も来ないことを願います、ということだそうです。はい。ということですね。ちょっと心配ですね。 まあでも引き続き、いずれにしても地震については、まあ注意をしてほしいと思いますよ。うん。はい。防災していきましょう。以上です。